中国の広東省深センで日本人学校の男子児童が男に襲われ死亡した事件を受けて、上海総領事館は今日緊急会合を開き、学校関係者が安全対策への協力を求めました。学校単独での対応にはやはり限界がございますので、引き続きご支援を行われたいと思っております。6月に蘇州でスクールバスが襲撃され対策を強化してきましたが、総領事館はさらなる安全確保に向けて費用などを含め日本政府にも支援を要請するとしています。